こんにちは。パリ五輪の卓球混合ダブルス1回戦で大波乱が起きました。日本のメダル候補だった張本智和選手、早田ひな選手のハリヒナペアがダークホースの北朝鮮リジョンシク選手、キムグムヨン選手に1対4で完敗し、初戦で姿を消しました。日本からすればまさかの初戦敗退。ハリヒナペアはこれまで国際大会で優勝を重ねて世界ランキングを上げ、今大会は絶対王者の中国ペア、王祖金孫栄作組に次ぐ第2シードでの参加。第3、第4シードの香港ペア、韓国ペアに対しても分が良いことからメダル獲得は確実、金メダルも決して不可能ではないと見られていた中での敗戦でした。本人たちを含めた関係者のショックは計り知れません。2021年東京五輪の水谷隼選手、伊藤美誠選手組に続く日本勢2大会連続の金メダルの夢もついえました。北朝鮮は国際大会の出場も少なく、情報も少ない未知数な対戦相手、序盤から硬さが目立つ日本ペアに対してリジョンシク選手が左右に力強いボールを打ち分けます。またキムグムヨン選手にも翻弄され、終始ペースをつかめませんでした。北朝鮮のリジョンシク選手、キムグムヨン選手のペアは一体何者なのでしょうか。それほど強いにもかかわらず、なぜシードになっていないかといえば、このペアはコロナ禍以来国際大会に出場しておらず、2人とも世界ランキングなしの状態だったからでした。それが突如世界予選に登場して出場権を得たという、知る人ぞ知る要注意の存在だったのです。年齢は李選手が24歳、キム選手が22歳。今年4月パリ五輪出場をかけた ITTF 国際卓球連盟の世界予選がチェコで行われていましたが、そこで出場権を勝ち取りパリ五輪に出場しました。今回パリ五輪の出場ペア中では最下位の第16シード ITTF のランキングにも名前がなく、日本からすれば格下の相手でした。しかし蓋を開けてみれば堂々としたプレーで4対1での圧勝劇。試合の流れとしては第4ゲームが勝敗を決したように思われます。未知の相手に戸惑う張本選手と早田選手に対し、北朝鮮ペアは精度の高さとパワー、ミスの少ないプレーで完全に試合の流れをつかみました。技術的なポイントとなったのが、キム・クンヨンがラケットのバック面に貼っている表ソフト、または粒高と呼ばれる通常より回転をかけにくいラバーでした。トップ選手では使用者が少ないため、そのラバーで放たれる回転量が少なめのボールに対してはわずかに反応が遅れます。そのボールに対してリジョンシク選手が剛球を打ち込むのが北朝鮮の得点パターンに見えました。リジョンシク選手は張本選手の全力ドライブすらことごとく跳ね返す凄さでした。北朝鮮からすれば日本戦に向けた対策も練っていたのかもしれませんが、そもそも北朝鮮国内の卓球選手のレベルがそれなりに高いことは日本側も想定していたに違いありません。いずれにしても北朝鮮としては優勝候補の張本智和選手、早田ひな選手ペアを初戦で下したことでダークホースとしてメダル獲得に期待がかかります。試合後に張本選手は、正直悔しい、相手のプレーが素晴らしかった、大事なところでのミスが多かった、相手の女子選手の異質のラバー、男子選手は両ハンドミスなく、それもパワーのあるボールを打ち込んできた、準備はしていたのですが想定以上のプレーをされたと唇をかみました。早田選手も1本取れるか取れないかで結果につながったと思う、打球はすごい威力、攻めても倍に返された、情報量が少ない分迷ってしまった、北朝鮮の精度の高さを感じたと振り返りました。今回の北朝鮮との試合を見た視聴者からは、張本選手と早田選手の息が合ってないや、もしかして不仲じゃないのというコメントが相次ぎました。では早田ひな選手と張本智和選手は不仲なのでしょうか。早田ひなさんと張本智和さんは2019年6月のワールドツアーからダブルスでコンビを結成されています。もともと2018年7月の韓国オープンで結成するつもりでしたが、早田ひなさんが大会前に怪我をし一度話が流れていました。初陣ではプエルトリコのペアを3対1で破っています。
早田選手は初めてにしては良かった。男子選手の中でもトップレベルの選手と組ませていただく。結果をしっかり出したいとコメントをされています。今や日本最強コンビと言われたハリヒナペアですが、実は不仲なのではないかと言われています。2019年6月の卓球ワールドツアージャパンオープンの準決勝で勝った際に、張本智和さんは両手を広げるも、早田ひなさんはタッチの構えだったために困惑してしまいます。そしてハイタッチをするもタイミングが合わず、もう一度ハイタッチを行う一幕がありました。張本智和さんは男子でコンビを組んでる木造裕斗さんと優勝した時にハグをしてるので、その感覚で行くも、女子選手だと気づき慌ててハイタッチに変えたそうです。当時について2人は次のようなコメントをされています。いつもは片手でバンってやるけど、ここでハグされてもと思って引き気味になってハイタッチに切り替えてくれたけど、体が引いてたので空振りしちゃって。早田選手が明かすと、張本選手は男子ダブルスでは木造り優斗選手と優勝の時にハグしてるので、その感覚で言ってしまって、よく見たら女子の選手でダメだと思ってと顔をあからめました。まだ結成したてということもあり、お互いに意思疎通は取れていない部分もあったんでしょうね。今回の初戦敗退を受け、ペア解消すると言われています。その一番の理由としては、妹の張本美和選手が日本代表に選ばれたことでした。2024年パリオリンピックの卓球競技において、兄弟で日本代表に選ばれたのが張本智和選手と張本美和選手です。お二人は卓球界でも仲がいいことで有名になっています。智和さんは美和さんの代表入り発表の時、 SNS を1分ごとに更新して確認をしていたそうです。兄弟での出場を楽しみにしていたため、智和さんは SNS でお祝いを投稿し、その10分後には美和さんが返信を送っていました。智和さんは妹が可愛くて仕方ないとメディアの前でも発言するほど溺愛しています。2022年 WTT コンテンダーチュニスで混合ダブルスを兄弟で参戦し優勝を果たしました。智和さんが何度も話しかけているが、美和さんは結構冷たい態度をとっているように見えます。しかし卓球元日本代表の水谷隼さんによると、好きで恥ずかしくて目が合わせられないからだそうです。初々しさがとても可愛らしいですね。また美和さんは五輪期間中、お兄ちゃんが試合をするときはおにぎりを作ってサポートして応援して一緒にメダルを取れたらいいとコメントしています。また兄弟という利点を生かせば、世界に通用する強さを持ったダブルスペアができるのではないのでしょうか。今後の卓球界の動向にも目が離せませんね。いかがでしたか。今回は張本智和選手と早田ひな選手にペア解消についてご紹介しました。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録・高評価もぜひお願いいたします。それではまた。